ジュノン、はい、トゥーザファースト挟んでの今日ここのパフォーマンス、ずっと育成プログラムだって言い続けてきたけど、あなたのおかげで俺は胸を張って言えると思います。まあザファーストという育成プログラムを俺は成功させたということを言わしめてくれてるのもあなたです。共に進もう。トレーニング積んできた人みたいな感じだけど、未経験なんだもんな。未経験っつってもまあ家で歌ったりはしてる。未経験か。それ未経験。つぼみの中で君が待ってる淡い夢を毎晩見るの僕も知らない。折れたら水をあげて。池川ジュノンです。22歳東京都出身です。僕は今大学4年で、会社の内定を一応もらっている状態でこのオーディションを受けています。本当に最後だっていう気持ちで全力で取り組むのでよろしくお願いいたします。試しに受けてみようっていうので受けたら、今こういう状態になってて、でも合宿来る前に就職先も断って、もうここにかけてるから。ジュノはやっぱりあんな顔をして根性派っていうか、できるまでやるみたいな姿勢が実はすごい強い子だったり、少し踊るスポットライト泡と共に弾けた追いだけのきっとバイバイ溶けちゃおう。ほっとかないで決着なんてもう込めてないで。レオの髪がサラサラで羨ましい。僕結構剛毛でガチガチの髪なんですけど、割って足して割って2くらい、割って2 足して割る2くらいの髪の感じが欲しいです。計算苦手ですか？得意です。それと計算得意なんですけど、ね、俺数学結構好きです。口が痛いです。
なんでこれがあってこのちょっとポロポロしないでいこうって。これ食いましょう。これあ、いいね。あ、いいじゃん、いいじゃん。いただきます。はい、いただきます。柔らか。確かに柔らかいんだ。うん、意外と。おめえ、おめえ、すごい家感。確かに。あー、ナイス。いや、多分ね、ホーム感。本当はこういうキャラじゃないですみたいな言ってたよね。大嘘つきじゃん。うん、怖い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 。普通にりょうくんが変なこと言った時にジョー君えって、一緒に歌った感がすごくあって最高でした。なんでお前こんなそこ見てんの。めちゃめちゃ見てる。はい、はい、いや、なんか宇宙人と仲良さそう。宇宙人いい感じだよ君。あ、本当ですか。うん、すごい嬉しい。それからもよろしくね。うん、いや、ありがとうございます。よろしくね、こういうと。ジノ、よし、拍手してよ。はい、聞こえます。あー、ごい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 。僕は、マイペースな性格で、うん、ちょっとおっとりしてて何も考えてないって思われることが多いんですけど、結構考えてます。そうなの？意識しないといけないなっていう考え自体がもっと自分の中で強くなって。プリンゴが最後の食事で疲れてないですか？大丈夫です。大丈夫です。はい、いいです。さっきちょっとジュノンさん眠そうな気がしたんですけど。いやいや、ジュノンさん眠そうな気がしたんですか？ピンポン、ピンポン押して。ピンポン、正解です。いや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 、これは分かる、これは分かる。なんでですか？正解は動物園がしたというならさ、動物園っていう文字からさ、動物って言ってさ、園って考えたんですね。園ってなんだろうなと思って、ずっと一人で違うことになりました。はい、もうなんか、何も、なんか、なんだろうな、アイデアとかもそうだし、なるべく、まあ本当に流してあげるぐらいで行こうかなと思って。それではジュノンさん、人生初食リポどうぞ。うわぁ、うまそう。うん、うん、なにこれ、なんか肉の味が、うん、肉の味が食べる。うん、うん、いや、うん、美味しい。肉の味がめっちゃわかるし。ジュノンでーす。お、耳にかけてる。かわいい、ジュノン君。おい、かわいい。ジュノン、今日何があったの、一体。あ、6時過ぎでテンション上がります。せーの。で集中してほしいですけど、ね、最近そのちょこちょこモデルのお仕事や写真のお仕事させてもらってて、うん、これなんかちょっと特にできたらいいんじゃないかなって思って。それではジュノン君の決め顔まで3、2、1、どうぞ。はい、ちゃんと見ないだけのキットパイは大丈夫。発掘によってもう宇宙人レベルにまで不思議な子に、うん、新人発掘された。そうそうそう。今、はい、グッバイしたいことは、はい、夜更かしな自分です。あー、そうだよね、寝るの遅いもんね、うん、基本ね、もう何4時とかね。どんだけ早く寝る準備しても、うん、寝るのが遅い、ね。勝者、赤コーナー、トータくん。悔しいです。あ、悔しいんだ。悔しそう。悔しがるね。どう悔しいですか？どう悔しい？どう悔しい。うん、なんか、買ったばっかのアイス落としちゃった時くらい。うわー、悔しい。悔しい。悔しい。結構悔しい。結構悔しい。結構悔しかったらしいです。はい。では、2人に大きな拍手を。ありがとう。自分が、メンバーの中で、はい、これは負けないと一番だぞって思えることって何かありますか？うーん、今のうちに言っときたいことがあるんですか？じゃあ、ジュノ君、あの身長、まだ一番、ジュノンとかも
龍平のことを可愛がったり弟がありますけど、うん、意外とあの龍平よりも子供じゃんっていう時もあるしゲームやってる時とかに、うん、あの龍平に負けたりとかするとめっちゃ悔しがってもう一回みたいな感じでその姿はもう完全に精神年齢龍平より下なのいや、あなた8歳上なんですよ気づいたら忘れてますクラブ JRL というチーム名にしました。いつも応援ありがとうございます、これからも全力で頑張るので応援よろしくお願いします。バイバイ。おー、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